ちは。こんにちは。はい、守備に続いてはバッティング。はい、2500超えたんだ。ええ、480。すごいな。いや、なんかでも辞めてから思いますけど、野球選手って体大きいじゃないですか。よくやれたなと思いますね。やってる時はさ、そんなに感じないけどさ、終わってみたらバカでかいよな、みんな。そんな大きくない人でも、今の選手近くで見たら足とかでも体がすごいですよね。すごいよな、そんな中で。今の選手なんかトレーニングはしてますけど、オールスターの時に一回松井秀喜選手、名古屋ドームでベンチたまたま僕の横にポンと座った時に、足見たらこんな足ですよね。馬みたい、馬っていうか牛みたいだよな。で、その試合確か5階席にホームランだったんですよ、名古屋ドームが。それはこれはかなわないなっていうね、まあそういうことも感じましたけど、でもバッティングっていうのは今の選手見てて、今の選手力あったり振れる人多いんですけど、なんかもったいないなと思う選手多いですよね。まあ例えばどんな選手がもったいない？岡本選手とかね。今年調子悪いですよね。岡本のどこ直したい？バックスイングで手がこっち入りすぎますよね。ああ、このインに入る、はい、で出にくくなる。どうしてもバットが止まり、もともとどっちかというと体からバットが離れる、離れるタイプだね。もうちょっと懐が欲しいんですよね。初めにこっち構えすぎるから、打つときにこっち入るっていうのが一番良くないですよね。あと今受けすぎてますよね、こっち側に、はい、もうちょっと前で打てっていう。前に突っ込むのと、そのよく前に入っていけっていう表現あるんですけど、前に入っていくために、その自分でこう前に入っていこうとしたら体前で打てないんで、流れるよね。やっぱりしっかりこう割れた形までできると、あとやっぱり軸足で回ろうという意識があるのか、やっぱこういうふうにあるね、体も軸足で、ね、軸足で回ろうとすると開きが速くなるよ ね。だからステップしたその位置までできれば、前の足も両後ろの足も両足踏ん張って回れば、そこで回せば勝手にこれぐらいって移動すると思うんですよね。だからその辺のね、それ細かいところまでやっぱり気になって見てる。バッティングはずっと見てますね、いい選手の場。特に辞める3年ぐらい自分代打やってましたから、ベンチでまあ、いい選手とか調子のいい選手を見てると頭の位置って動かないですよね。動かないな。でもバッティングはで、ね、何を大事にしてたの？もう最後はもうステップ絶対広くならないんですね。張本さんがよく言うよね。もう張本さんに若い時に臨時コーチで来てもらった時に、だいたい自分の足の一足分のステップの幅で打ちなさい、踏み出した足は45度、決められるよな。トイレに入っても45度ですね。まあ言われてましたけど、そこと、あとよく言われる、まあ、僕ね、一回イチロー選手が確か、日本で開幕しましたよね、オールスター神宮、今回じゃなくて、そのだいぶ前に、3年ぐらい、4年前に、まあ、たまたまゲージの後ろでいろいろ話したんですけど、一番何を気をつけてるのっていうことを言ったときに、やっぱり、まあ、左バッターですから、右足をこのつくその間ですから、ここをやっぱりこう粘れるように、そこだけは意識してます。まあ例えばさ、大谷がね、先にステップしちゃうじゃない、はい、あれはどう思う？じゃあ、あの力のある選手とかスイングの速い選手は、その方がやっぱりブレが少なくなるんで、まあそうだよね、いいと思いますね。でもどちらかというと、ちょっとやっぱインサイド弱いじゃないですか、窮屈そうに打つので、あのトップの位置がもう少し多分こっちじゃなくて、いずれにしてもパッてステップを踏んだ時にここにもう少し隙間あれば、もっと楽にインサイドされてるんですよね。こう肘が入っていけるスペースがあるから、はい、だからライトのホームランで少ないですよね、大体センターからレフト方向、まあそれでもやっぱりあのスイングが速い人ってスイングの速さでカバーできるじゃないですか、打ててしまうでしょ。そう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 。多分僕とか豊さんとか、あのある程度理にかなったことをやってないと、打てなかったと思うんですよ。ボールも飛ばないしね。はい。うん、スイングの速さでやっぱりカバーできてしまうんで、やっぱり山田選手とかヤクルトもやっぱりすごい懐深いから、あるある。インサイド強いじゃないですか。ね、坂本もそうだよね。そうですね。うん、でもあのフライボール革命とかさ、いろいろ入ってきてるじゃない、いろんなスイングが、理論が、はい、それはどう思う？まあ、自分はでも思うのは、やっぱり理想は上から、ある程度上から内から出るっていうのが、これは絶対大事だと思います。
です。だからフォローの時に上げていってもいいよっていうこと。打ってからね、ここまで行ってからこう勝ち上げるような形はいいと思うんですけど、うん、ボールがこう来るのに対してやっぱり下からこう来るとやっぱ接点って少ないんですよ、ね。鼻からね。はい。うん、だからあの若くてまだスイング早いうちはいいと思うんですけど、うん、やっぱ30超えて30半ばぐらいですか。うん、やっぱ理想的なある程度シンプルな形じゃないと、うん、やっぱ苦労すると思いますよ、ね。なるほどね。たっちゃんはさ、率残すとかそんなことよりも俺めちゃくちゃ勝負強かったと思うんだよね。やっぱり夏場バテてましたからね。うん、まあ、内野手でもありましたし、うん、体力やっぱ基本あんまりないんで、うん、それはあの大きい選手にはかなわないんで、うん、バテてしまったんですけど、その集中できるというそういうチャンスでですね、うん、だからまあチャンスやないときはツーアウトランナーなし、まああんまり集中力も、それはもう全部集中してるつもりでもね、ランナーが満塁とか二塁三塁絶好機となれば変わりますよね。まあ変わるよね、はい、その時に集中力だけじゃなくてどういう考え方をしてたの、勝負どころっていうの。まあそれはいろんなタイプがいるじゃん、ピッチャーで。まあ傾向もあるし、まあそういうのを含めて簡単に言えば何を意識してたの。やっぱ初球ってすごい大事ですよね。あ、初球で相手もやっぱ初球は甘くなってはいけないとか、まあ、ストライク取りたいけど自分の勝負球できたりとかですね、うん、そういうある程度読みも、読まないと打てないピッチャーもいましたし、大体、うんうん、こう外野フライを打ちに行って高めのゾーンを待っていたら大体打ちやすい投手もいましたし、うんうん、左ピッチャーであればやっぱ追い込まれるまではまっすぐなのか基本スライダーですよね、うん、その2つに1つを待ちながらというそういう読み方もできましたし、うんうん、ではあとはもう追い込まれてからですよね。そうやってやっていても追い込まれてしまうので、追い込まれた時によくあの野球でこうタイムリータイムリーってつながる連打見た時に、うん、大体センター前から逆方向って多いですよね。まあまあ多いね。やっぱそういうボールの待ち方するとボール球振る確率って低いですね。ボールをやっぱり長く見るわけですから、それをやっぱりね、来たボールがスカーンと人目にかかる人っていうのは、うん、その辺でワンパンするような、うん、振るね、フォークとかスライダー振りますし、うん、やっぱりその追い込まれるまでにボールを振ってしまうとこれもチャンスが少なくなるので、うん、基本は変化球というイメージよりもまっすぐを逆方向というイメージで、うん、調子のいい時は立てば、うん、まずその低めのフォークボールとかそういう変化球というのは振らない自信はあったんですよね、うん、そしたらあの自分のカウントにまず整えることができるということと、うん、それでもやっぱりなかなか手の出ないところで追い込まれたりすると、今度はやっぱりまっすぐをある程度こう近いポイントでファールにできる体勢を取りながら、フォークボールとかそういった変化球はボール球を振らないようなイメージですよね。だからまあ追い込まれたらボールを手元に少し引きつけるっていう感覚だよね。そうですね。はい。そうするとフォークボールを、まあ、調子が状態いい時は振れない自信がありましたし、うん、本当に若い時はもうそれこそ、ね、ちょっとイメージは変化球でね、インコース当然ここに来るかフォークボールっていう配球が多いんですけど、インコース来た時にファールじゃなくて体が反応してこっちにヒットを打ってたこともありますしね、まあ、そういう時は本当の絶好調の時ですけども、やっぱそれが一番確率は上がりますよね。なるほどね。だからミスしても外野フライにはなるような、なんかそういう特に絶好期の時はボールの待ち方してましたね。でも、まあ、例えばさ、レギュラーの時と代打の時ってもうあったじゃない、はい、それは考え方一緒やっぱり、まあ、基本は一緒なんですけど、うん、ただ代打の時はもう1打席しかないので、うん、絶対打たないといけないという変なプレッシャーありました、ね、うん、いや あったでしょ。だから絶好期でランナーサードで外野フライ打てない時が一番ショックでしたね、うん、ヒット打てれば一番いいんですけど、まあ、そうそうだね。バッターの中で今注目されてるのが若手で村上と清宮、はい、これ同級生なんだよ ね。この2人を照らし合わせてどう見てる。まあ、村上選手はまあホームラン打点はね、うん、まあ、素晴らしいんですけど、これからやっぱりもう少し確率を上げていかないといけないっていうところで、開幕投手は随分その何て言うんですかね、あんまりこうトップが取れない、距離が取れないという、うん、手が動かないというようなね、うん、イメージで見てたんですけど、今そういう形でちょっとずつ良くなってますね。良くなってるよ ね。ただまだ甘いボールをファールにするケースとか空振りするケースが多いっていうのは、それどうしてもステップして右の膝が正面向くのが早いですよね、うん、伸びるという、どっかに壁を作ればですね、止めるところを作らなきゃいけないということ、ね、それで回していければですね、うん、バットが通り過ぎた後っていうのはもういくらこれが足がひっくり返ろうがね、うん、
いんですけど、自分の前を体通過するまではもう少しこの膝であったりどっかを意識して我慢させると、壁を作りたいですね。バットのヘッドのスピードを上げていくということだね。なんかよく兼任コーチやらせてもらった時は、その壁がないと金はたまらんぞと、前サイドにね、どっかに、それを膝で意識する人もいれば、ね、この辺も意識する人もいるかもしれないですよね。ここでこう作る人もいるかもしれないですけども、で一つだけこう理解できなかったというか、すごいバッターだったなと思ったのはベンちゃん、ベンちゃん時代一緒のバダ、うん、和田ベンちゃん、普通右バッターであれば振る時にこっちがねじれて壁ですよね、ベンちゃんはこっちに壁を作るっていうの、後ろの腰のところに、それだけはいくら聞いても理解できなかったんですけど、まあそういう特殊な選手もいるんですよね。いや俺あの篠塚さんと話をした時に、篠塚さんは背筋で打てっていう、あるし意識したないですね。でここの背筋をグッて意識したらバットのヘッドってポンと出てくる。どうですかね。どうか、いや人それぞれ感覚あるなと思って。感覚はありますよね。いやその清宮はどう見てて、やっぱりまだ下が上のそのスイングは素晴らしいと思いますね、ただまだ下をバットに伝えれるというような感じではないんですよね、ステップしてやっぱりそれこそちょっと前のこの辺の腰の部分がちょっと浮く感じですか。まあ、そうだからそこが使えるようになってくればもっと変わると思いますし、ホームラン打てるバッターですから、もうちょっとこうこんなような構えですよね、やっぱりどしっとこう構えてほしいなという、なるほど、ね、構えも大事ですよね、まあ、こうやってリズム取ってるよ ね、まあ、それはどっか動かしないといけないんですけども、やっぱりこうバシッと構えてほしいですね。なるほどね。まあでも2人とも、いや楽しみです。なんか将来を背負っていくというか、セパで、そうですね、はい、そういうバッターここ1、2年の頑張りで、そうなるかね、普通に終わってしまうか、そうだね、はい、頑張ってください。